皆さんこんにちは、チュラです。今日は文法シリーズ、打ち消しの助動詞ないをご紹介していきまーす。皆さん、今回も文法助動詞シリーズですね。今回ご紹介するのはこちら、ないという助動詞です。これは一番馴染みがあるかなと思います。打ち消しの意味を持つ助動詞は、ないとぬという二つがあります。まあ、先ほどないだけご紹介しましたが、ぬというものも使うんですね。最近はあまり耳馴染みないかもしれません。この助動詞の意味は、こちら。違う違うとか、ダメだよという意味を持つのが打ち消しの助動詞です。では実際にどんな動詞にくっつくのかを見ていきましょう。ないもぬも動詞の未然形にくっつくことができます。あるかない、食べないなんていうものですね。実はこのないですが、助動詞、補助形容詞、形容詞、それぞれのないと見分けてみてくださいという問題が出されることがあります。では例題です。こちら、文句を言わない。駐車場に空きがない。冬なのに寒くない。この3つのない、皆さんしっかり分けられますか？正解は、助動詞のないは、文句を言わない。こちらになります。言わという動詞の未然形にないがついているので、助動詞はこれなんですね。では、この2つは何でしょう？空きがないの方は、まあ、ないの直前にがが来ているので、ない一つだけで文節作れてますよね。ということで、これは形容詞のない。寒くない、寒いは動詞ではないので、このないは補助形容詞ということになりますね。このように紛らわしいない、見分け方のポイントなんですが、こちらです。文節に分けてみると、文句を言わない。駐車場に空きがない。冬なのに寒くない。このように分けられますね。まず一番上ですが、言わないが言うとないで分かれないので、これはもう助動詞で確定です。助動詞はそれだけで文節を作れないものでしたよね。こちらの二つを見てみましょう。まず真ん中の文章ですが、空きがないので、駐車場に空いているスペースが存在しないという意味になりますよね。対して、こちらは、寒いという形容詞をないで否定、打ち消していますよね。ということで、存在しないという純粋な意味を失っています。まとめると、こちらは純粋に形容詞のない、存在しないという意味を表すないですね。こちらは寒いという意味を打ち消していて、存在しないという意味を失っているので、補助形容詞のないということになるんです。ないとぬ、二つの助動詞。こちらもいろんな活用形があるんですけれど、まずはしっかり意味を覚えてみてください。今回は、チョロが打ち消しの助動詞、ないとぬについてご紹介しました。この動画が少しでもためになったなと思う方はぜひ、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、またねー。